リカルド・フォッリは、イタリアの歌手、トスカーナ州ポンテデーラで生まれた、リカルド・フォッリと表記されることもある。ジャンニ・モランディのような歌手に憧れ、ビートバンドのスレンダーズで活動し、ミラノのクラブで演奏してるとき、活動を始めたばかりのイップーと一緒になり、1966年7月、リードボーカル兼ウェイシストとしてイップーに加わった。その年には、レコードデビューを果たし、 見た目の良さと優しく甘い歌声で、すぐに注目を集め、アイドル的な存在となっていった。グループが大きく飛躍したのは、CBS シュガーのプロデューサー、ジャンカルロルカリエロとの出会いからで、1971年のアルバム、オペラプリマからは、ペンシエロ、タンタ・ボーリャ・ディレイの大ヒット曲が生まれた。イプーは瞬く間に、イタリアで人気の頂点に立ったが、1972年の、 自作、ミラノの映像を発表後、突然、フォッティワイプーを脱退し、ソロ歌手に転じた。それから数年間は低迷することとなったが、私生活では同じく歌手のパッティプラボと結婚し、ジャンカルロ・ルカリエロと再び組んだ1976年のアルバム、世界がヒット作となり、再浮上に成功した。1982年には、サンディモ音楽祭で、 次ゆく日々の物語を歌い、優勝した。ありがとうございます。